ゾイリンゲンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン軍に属す町村、マチソンでザムトゲマインデラードルフスハウゼンを構成する、マチソンの一つである。ゾイリンゲンは、ウンター・アイヒスフェルトに位置し、エイバー・ゲッツェンを、本部所在地とするザムトゲマインデラードルフスハウゼンに、属している。ゾイリンゲンの現存する最小の文献上の記録には、 サリギーと表記されており、973年から975年にコルバイ文書の中にある。ある人物が母をベルタのために、修道士が母のために祈りを捧げる大家として、コルバイ修道院にサリギーの農場を、ネーゲンボルント・ギッテルでの農場と共に寄贈した。この思考は修道士のメモであったが、彼はそれにより寄贈の記録を末長く伝えることになったのである。 ただしこのメモには日付が記されていない。973年から975年という年代決定はコルバイ文書を新たに編集したクレメンス・ホーゼルマンによってなされた。地名研究者のウーベ・オハインスキは、ウスラー近郊にゾーリンゲンという名の集落があるにも、かかわらず、このサラッチと表記された集落がゾーリンゲンであることは明らかだと断言している。一方、 別の著書では誤って1055年の記録を最初の記述だとしている。1055年の文書には、この村はサリガという名前で登場する。中世のミニステリアーレ一門がハーポールに拠点を構えた。12世紀から存在が確認されるこの一門は15世紀に断絶したが、三本の柱が描かれた現在も、有効なこの町の紋章は断絶した。この一門に由来する。 ドゥーダーシュタットの勢力範囲拡大に伴って、ゾイリンゲンはこの都市の行政支配下、司法管轄下に置かれた。この村は、その後、ドゥーダーシュタット市の5つの主任司祭官区に属した。1525年に、マインツ選定校はこの村を、アムトキー・ボルデハウゼンの司法管轄下に編入したが、徴税と行政管理についてはそれまで通りドゥーダーシュタット市に属した。 ドゥーダーシュタットの管理下で、ゾイリンゲンは、穀物税、不役、牧畜税を納入していた。この村にはさらに建設計画への勤労奉仕や、道路建設に従事することが義務付けられた。ドゥーダーシュタットとの緊密な関係は、ドゥーダーシュタットの外部暴類に現れている。この都市は、自身だけでなく、ゾイリンゲンも、暴類で取り囲んでいたのである。19世紀になってやっと、 ゾイリンゲンに課されていた税について状況が変わった。農政改革と焼却令がこれらの課税から村を解放したのである。ゲッティンゲンからドゥーダーシュタット市への通称路の交通確保のため、1408年にドゥーダーシュタット市当局はベスターベルクの山頂に監視塔を建設した。この他の防衛施設にかつての自衛協会がある。この急憩回答は現在、 町の教区教会である洗礼者西ヨハネ教会の一部となっている。この教会等と他の三県の家屋が30年戦争の再百6 2 3年7月19日のクリスティアン・フォン・ブラウン・シュバイクの焼き打ちを切り抜けた建物である。戦後、時計団から射撃教会が形成された。両世界大戦ではゾイ林間ンンからも多くの犠牲者が出たが村自体は 第二次世界大戦による破壊を免れた。1945年以後数多くの難民がゾイリンゲンに流入し、ここを新たな故郷とした。ゾイリンゲンの歴史的な中核地区には数多くの木組建築があり、新しい建物とコントラストを成している。これはこの町の発展を建築の点から物語るものである。生活の質を改善するために多額の投資が行われ、 幼稚園、スポーツ施設、予暇施設、新しい学校、統一感のある住宅地、図書館、青少年の集まる場所や社交場が作られた。人々は、さらなる工業、商業、サービス業の企業誘致に努めている。町の姿は変貌し、それは町の通り、路地、広場に及んでいる。この町の議会は11人の議員からなる。名誉職の町長には、 マテアス・リンクが2013年9月12日に選出された。先例者聖ヨ羽ネ教会現在のゾイリンゲ園ン教区教会はこの集落の三代目の教会である。1986年に行われた考古学的発掘はロマネスク様式のホール建築とゴシック様式のホール式教会が昔あったことを示している。当時の建物は現在の教会の西側にあり、 交差ボールとの包茎内陣一部に2階席を有していた。全長は約19メートルであった。13世紀にこの古い教会堂が消失した後、新しい教会が建設された。住民は多角形にくぼんだ内陣と包茎の塔を持つ、以前よりも拡張されたゴシック様式のホール教会を手に入れた。教会の全長は30.5メートルとなった。三十年戦争で、 これが破壊された後、1685年から1687年に3代目の教会堂が建設された。イタリア人建築家、ドミニクス・バラットが建設責任者であった。先代の教会堂は残され、バロック様式の教会となった。1869年に、浴牢、西御室、半円形のアプシスを有する内陣が増築された。現在の教会堂には、 一部では、荒石で作られたバーロック様式の壁や、またある部分では、ネオロマネスク様式のブンテルサガンの壁からなるファサードが見られ、それぞれの建築部分の構成を物語っている。残されていた塔は、1996年に銅の屋根が吹かれたが、教会の内部には平らな角天井が見られ、何度も塗り替えられた壁絵がある。 もともとネオロマネスク様式の装飾が作られ、1879年に完成したが、1924年に有限としている様式のものに置き換えられた。また、以前はめ込まれていた、ハノーファーのヘンニングとアンドレアスのステンドグラスに変えて1977年に、抽象的な図柄の窓となった。このような様式の混在は、教会の様々な所有物に見られる。 1869年に作られたネオロマネスク様式の主祭壇には1687年の日付があるバロック様式の祭り台がある。さらに教会内にはバロック祭壇の断片、説教壇、17世紀初めの悲しみの祭壇、ヨセフとマリアの像、等身大よりも大きな十字架卓形像や17世紀のマリア像がある。マリアの体感を描いた絵画は、 1694年にアシャフフェンブルクの宮廷画家ドミニクスが描いたものである。左ン製のアライライバンは1630年に作られたルネサンス様式であるが、上部にはバロック様式の渦巻き装飾が施されている。ゾイリンゲンはゼーブルクとゲッティンゲンエスプリンゲローデとの間に位置しており、ネルテン・ハルデンベルクからドゥーダーシュタットに通じる。 連邦道 B446 号線に面している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられ、ありがとうございます。